皆さんこんにちは、鼓動館代表の私藤岡と申します。今日はですね、ツーリング行ってこれだけ持っとったら大丈夫的な、大丈夫じゃないですよ、ちょっとお守り的にこれだけ持っておけば大丈夫ですみたいなものをご紹介したいなと思います。これはあくまでもポイント転嫁の、ヴィンテージとは言いませんが、エボリューションぐらいまでの車両に関してはこれだけ持っておけば大丈夫。これは国産のオートバイも基本的に一緒です。でちょっと紹介したいと思いますが、これがですね、私の持ってる工具です。で、一番よく頻度が高いのがこのプラグレンチですね。それ皆さん自分のバイクにサイズのあったプラグレンチは必要なんですけど、一番頻度は高いです。あとプラスマイナスのドライバー、これも必要ですね。で、各ソケットとラチェット、これで使えるんですけども、エクステンションバーっていうものが、例えばですがこんな感じで、奥の深いところはこれでカリ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 っていう形で使えちゃうっていう代物ですね、っていうのも必要ですし、コンビネーションレンチって言われてるやつなんですけど、8/3、16/7、2/1、16/9みたいな、こんな形で僕は持っております。あとコマゴマしたあるんですけども、やっぱりね、インシロックとこの番線っていうのは非常に使い勝手が多いです。もうとりあえず一遍借りたい、とりあえずレスキュー呼ばずに、とりあえずこの場を脱出したい時にこの番線っていうのはいい仕事してくれます。でもちろんですが、予備のプラグ、これ全然サイズが違うんですけども、これとこれみたいな形で予備のプラグは入っておけばいいかなと思っております。で、ハサミもあったりいろいろあるんですけども、基本的にお守りとして持っておかれた方がいいなっていうのをちょっとご紹介したいと思います。これがですね、ハレダビッソンの純正の50番のシングルのオイルです。でこれはショベルまでのエンジンに関してはシングルの50というある種硬いオイルなんですね。エボリューション以降はダブル50というちょっと柔らかめのオイルなんですが、国産に比べたら硬いです。どの道硬いので、ハーレーダビッソンっていうのは、これちょっと余談になりますけど、ハーレってオイルでシールしてるんですね。逆に今の日本の柔らかいオイルを入れてしまうと、あちゃこちゃからオイルが漏れてしまいます。それだけハーレーダビッソンというのはある種エンジンの組み方もちょっとぬるいエンジンなんですね、ということをちょっと頭に入れておいてください。でこれが 1クォートと言いますが、こんな1クォートなんて日本人は使いません。ベタで言うともう1リットル 945cc なんですけど、1リットル瓶みたいな形でありますので、これを積んでおけば安心かなと思います。で、あとこれが新品のプラグです。NGK で、これはもう自分のバイクに合った新品の NGK を2本用意されたらいいと思います。1本だいたい500円ぐらいで売っております。それとあとこれがコイルっていうやつなんですけど、後でまたお見せします。どこについてる部品かっていうで、スパークプラグに電気を飛ばす機械なんですけど、これも電装系なのでいつかはパンクします、いつかはダメになります。でこれがレギュレーターと言いまして、エンジンがかかると回るとですね、発電するんですけど、それを整流してくれてバッテリーに充電する機械なんですけど、これも電装系なのでいつかは来ます。どんなバイクでも、日本のバイクでも絶対いつかは来るんですね。ただこれを持っておけば安心ですよというだけです。でこれがポイントなんですけど、ポイント点火と言いまして、これでパチ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 回ったら、これが回ってこれが動いてですね、これパチ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 ってなる、ここのこれがポイントです。でこれは上についてるのがコンデンサーなんですけど、こういうのも予備で持っとけば非常に安心だということです。で基本的にね、これだけ持っとけば安心だっていう話なんですけど、じゃあこれ自分で直さなあかんのかって言うたら、ごめんなさい、まあないです、まあない。もうそれを言い出したら、もう一台バイク必要じゃないか的なぐらいなので、ヘッドライトの玉はフィラメント、ウインカーの玉もフィラメントなので、
通の白色電球みたいなもんですよね。いつかは弾は切れちゃいます。だからといってまあやったらドキドキしなくちゃいけないから別にそういうドキドキが必要ないです。今持っとけば安心ですよっていうだけの話で、万が一の時ってそういう精神状態じゃ絶対ないです。これ直せるぐらいの安心した状況じゃないですし、友達と一緒にいてたらなおのことをみんなに迷惑かけたらあかんなとか、目的地歩かなあかんとか、いろんな思いでですね焦ってしまうんですよ。で実は、先日も私、えらいことになってしまいまして、そんなにその楽なというか落ち着いた状況じゃなく、もう近かったからもういいかみたいな、もうトラック取ってこうみたいな、もうそれでいいんです。もう正直ね、もう最終的にはもうレスキュー頼めばいいっていうことなんですね。ただ持っとけば安心ですよっていうことです。で今の新車もね、スペアタイヤついてない車がたくさんあります。スペアタイヤパンクってよくあるんですけど、パンクしたらどうすんの、レスキュー呼んでくださいっていうことらしいんですね。でも新車はもう今そういう形で車の方もそうなってますし、昔ってハレザベッソンはすごく工具を一通りついてました。今の新車ってほとんど工具がついていないんですね。考え方がどうもそっちの方に自分で直すっていうよりもレスキュー呼んで、プロショップに運んでねみたいなところが多分にあると思います。で僕はそれはそれでいいと思ってます。ただやっぱりその工具一式は持ってた方が安心ですよっていうことですし、正直うわこんな、例えばプラグ交換って一番多いですし、ボルトが緩んだとかっていうのも多いです。でボルトが緩むっていうことは、緩んだ時って分からなくてなくなった時に気づくわけですよね。その時にやっぱりその番線でとりあえず縛って帰ってくるみたいな、そういう意味で言うとこの番線っていうのはある意味いい仕事をしてくれます。でこのインシュロックもそうですね。このインシュロックも縛ってしまってとりあえず変えるっていうことがまず大事かなって思ってますぐらいですかね。本当はこれだけ全部揃えろよっていうのはまあ揃えた方が安心ですが、お守りなので必要ない方はいらないです。正直、うちの鼓動館のお客様に関して言うと、プラグの場所すら知らない方もめちゃめちゃ多いですし、メカに弱い方もめちゃめちゃ多いです。で、じゃあヴィンテージっていうか旧車乗れないのかっていうと、全くそんなことはなくてですね、普通に乗れてしまいます。で、なぜならばこちらでちゃんと整備してるからなんですね。で、整備してないバイクに関しては正直まあ整備せんとダメなんですね。もうヴィンテージってハーレーだけじゃないです。当時の CB7、1970年式、69年から70年、Z1、Z2 も一緒ですよね。まあ、だから川崎が良くて、ホンダが良くて、ハーレーがダメなわけじゃなくて、やっぱり経年劣化っていうのがどのバイクもしてくるので、整備はやっぱした方が絶対にいいです。で、整備したバイクを買うっていうのが僕は基本だと思ってますし、ヴィンテージはその分、楽しみも多いですけど、最初の初期投資っていうのも基本高くなると思ってください。で、ヤフーオークションに関しては僕はもう何とも言えないです。いいバイクもあるでしょうし、自己責任なんで事故車もあるでしょうし、ダメなバイクもあるでしょうし、でも安く買えるっていうメリットは僕はあると思ってます。そういうわけでですね、ヴィンテージバイクに乗るのに、メカの知識が必要かなんてことは全く必要ありません。セルを回してエンジンかけて、そのまま行って帰ってこれます。ただそれだけの話です。そこに何か難しいことがあるかってことは全く何もないです。ただエンジンがかかって無事にツーリング目的地に行って無事に帰宅できる。何泊が泊まっても普通に帰ってこれるっていうことのために、まあ歩道下の場合は、フルオーバーホール、フルレストはして、綺麗にしてから整備してからお出ししてるっていうのが基本なんですね。なんであんまり心配は必要ないっていうふうに思ってますし、これだけのものがいるか、いらないです。正直、あった方がいいですよ。でもその自分でできるんやったらこれだけのものを揃えておいてくださいねっていう話ですけど、実際はいらないですということです。普通に乗ってくださいっていうことです。とりあえずこれだけのパーツを見せたんですけど、これだけ見ても場所わからないっていう方のためにですね、ちょっとバイクに、ここについてる部品ですっていうのを説明させていただきたいと思いますので、現場に行きましょう。これがポイントです。コンデンサーとポイント、実際にはこの中に入ってる部品です。で、これがダメな時ってどんな症状が起こるかっていうと、もう走らなくなってします。もご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 言ったり、パンパンとか言ったり、ちょっとやばい状態になった時はここが原因っていうのもあります。で、この
レギュレーターですけど、こんな感じでついてます。これはもう当時のオリジナルなんですけど、こんな感じでついてます。これがプラグです。プラグで、これが新品のプラグなんですね。でこれでもしダメな場合はこれをプラグレンチで交換してくださいねっていうことです。カバーかかってますけど、これがコイルなんですね。でこれもいつかパンクするんで持っといてくださいねっていうことです。あとこれがエンジンオイルなんですけども、エンジンオイルっていうのはハーレって基本ショベルまでは結構オイル漏れがあります。オイル漏れがあってですね、それがドバドバはダメですけど、駐車場に置いとくとですね、ちょろっとこぼれてるオイルのにじみみたいな当たり前っていうことなんですね。ハーレ・ダビッソン その1960年代から70年代80年代のショベルっていうのは、正直工業製品としての面と面の精度低いんですね。でガスケット中に入ってるんですけど、ポタッて落ちてしまうっていうのは基本当たり前です。うちはそれをしないためにガスケットは新品するんですけど、オイル漏れがクレームにはちょっとなりづらい、そういうエンジンです。そのためにまあボタボタ落ちてきた時のためにオイルワンクォート入れとこうよみたいな。でナックルパンの時代っていうのはもう源泉かけ流しで、ここには今プライマリーオイルっていうのが入ってるんですけども、当時は、このプライマリーオイルっていうのがなくてですね、ここにポタポタ落ちて、そこから下からポタポタ落とすという、逆に言うたらもうオイル漏れやんっていうのが正常なんですね。おかしい話ですけど、まあ、それがまあまあ、あの当時のナックルパンの時代っていうのはもうオイルポタポタ落として、下にポタポタ落とすっていうのが基本なので、オイルが減るかやったらはい減ります。でビビるほど減るかやったらそんなにビビるほどは減りませんが、長距離行くんだったら1本持っとけばいいかなと。ワンクォート 146cc なんですけども、持っとけばいいかなと思っております。ということで、ツーリング行くために持っておいた方が安心だよっていうパーツをご紹介させてもらいましたが、必要ないですよ、それ持たないとダメという話じゃないんで、一応持っといたら安心だよというだけのパーツです。ただ工具は持っといて、工具だけは皆さん積んで走っといてほしいなというふうに思います。ご紹介は以上となります。また、チャンネル登録、また面白かったら面白いというコメントもいただきたいですし、高評価のほどまたよろしくお願いします。めちゃめちゃそれで元気になるんですよ。以上です。